はい、時刻は9時30分を回りました。今週も嘘のような本当の話、ね、本当のお話、嘘みたいなこと、皆さんどうですか、日常ありますですか、ね、はい、ちょっとご自身を振り返りながら、どうぞこの後ね FM ギノワ、30分ぐらいお付き合いくださいね。はい、メッセージを募集してます。はい、メールアドレスは797なくなアットマーク fmgino1.com ね。はい、YouTube ライブで映像と音声ネット配信してますね。ホームページから気軽にね見ることができます。 YouTube チャンネル登録ぜひぜひお願いしますね。はい、アプリでね、スマホで聞けますからね、リスラジや毎週のレディオダウンロードしていただけたら、お気軽にさらにさらに楽しめます。ということでね、今週も嘘のような本当のはびっくりしちゃうのお話が出てくるでしょうかね。お迎えしてますのはドクター水素ボトルの W.O. イースト北条政宏さんの、おはようございます。はい、おはようございます。はい、今週もね、先週はちょっとね大阪からわざわざねお越しいただけたこの宜野湾市までと、はい、今週はなんと東京からね、アニソン歌手、アニメソング歌手のねホワイト春さんお迎えしてます。どうもおはようございます。あ、おはようございます。だって今気づいたみたいなね。はじめまして。いましたよ、さっきからね、はい、私もね、はい、はじめまして、はるさんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ね、アニソン歌手ですよ皆さんね。どう、はるさんはどんなお歌を、はい、うん、ライブでははい、昭和のアニメソングを歌い継ぐ活動ということで、うん、もう50年ぐらい前のアニメソングからライブで歌っていまして、はい、実際、まあ、仕事というか作らせていただいた曲はマイチングマチコ先生のミュージカルの曲を作詞して歌っていたりします。はい、ね、我々のだからリアル子供の頃の曲、うん、ね、いっぱいありますね。いっぱいあります。例えばそのやっぱりマジンガー Z とか、映像なんかね今パカッとね分かれて、うん、マジンガー、あ、そうそうマジンガーですよね。やばい ね、ちょっとお酒欲しいぐらいになってきますけどね。花の子ルンルンとかだったんですね。ルンルンとかね、そうですね、もう大好きで日頃から歌っています。はい、そうなんですね、はい、じゃあその東京でそういった活動を中心にということではあるんですが、はい、ちなみに何がきっかけで歌手って、これ、はい、ね、松田聖子さんみたいになりたいみたいな人も古いな、の例えが、はい、ね、もうね16歳の時に新聞をたまたま見ていたら、はい、新聞の広告にコロンビア CD10 枚セット2万円っていうのがあったんですよ。おう、あ、これはちょっとアニメソングいろいろ聞いてみたいなと、10枚セット で、うん、でアルバイトでお小遣いを貯めて買ってみたら、あ、キャンディーキャンディーって堀江光子さんっていう方が歌ってたんだとか、マジンガー Z は水木一郎さんが歌ってた、その歌手の名前って子どもの頃分からなかったんですよね、うん、知らないで学校の登下校で歌ってたけども、それでこんな方のような歌手になりたいっていうのが16歳の頃に芽生えまして、それからずっとアニメソングを歌っています。火がついちゃったわけですね。火がついちゃいましたね。だって我々の頃っていわゆるテレビの歌謡番組っていうのはまた古いですけど、そんななかったし、アニメを歌う人がバンバンテレビ出なかったですよね、うん、はい、そうですよね、自分がやっちゃおうと、うん、はい、うわ、今はね声優さんとかアニソン歌手ってのはもう人気商売ですから ね、うん、みんなを元気づけたりとか、うん、癒したりとか、うん、そうアニメソングを歌うとちょっと、あ、懐かしいって言って目を輝かせてくれるので、本当にみんなのために歌いたいっていう気持ちがあります。カラオケでねアニソン縛りとかやるときありますよ。すごいです ね、はい、ね、もう5時間でも10時間でも歌ってられます。うわ、はい、まあレパートリーじゃないけど、じゃあもうご存知の曲はもう言ったらありとあらゆる、ね、はい、ワンコーラスぐらいだったら400曲ぐらい歌いますね。すげえ。数えました。はい、うそーってこれね、ちょっと、はい、嘘のような本当の話っていう番組ですから、はい、せーので、うそー。いや、初めてお会いしました、はい、ね、私も音楽業界ずらしてたこともあったけど、いろんな歌手の方にお会いしたんですけど、はい、アニメソングでね、はい、いやいやいや、もうその美しさ、皆さんね YouTube で見てくださいね、その美しさと声量っていうのは、なんかそのさっきちらっとね、はい、始まる前にお聞きしたんですけど、はい、水素ボトルと関係あります？そうなんですよ、やっぱり最初に体験こういうのがあるよっていうことで、私
どんな体の状態かっていうと、まあ、結構ね一人で寝てる時に夜中に胸が苦しくて起きるっていう時があって、これはちょっとやばいなって思ってたんですよ。胸の上におばあちゃんが乗ってるとか、いやーそういうんじゃないと思うんですけど、アニメの世界のように胸キュンとかそういうレベルじゃない、うん、胸が痛いってなって布団から起き上がってしばらく痛いっていう、はい、そういう状態もあったし、心臓は大丈夫なんですか？心臓調べたことないですけど、あの心電図とかはもう健康診断では今全然問題なく、はい、何も引っかかってないです、はい、それであと15年前に顔面麻痺になったことがあって、その顔面麻痺のこわばりが顔にあって、うん、目がちゃんと開けないっていう半開きみたいなんですよ、片目がね。だからいつもウインクしてる状態。そうですね、だからあのライブで歌ってる写真撮っていただいても左目だけはちょっとまぶたが半分下がっちゃってるような状態。魔女っ子めぐちゃんと言いましたね、うん、力いっぱい、ね、そう力いっぱい目を開けないと開かない状態だったんですねっていうのと、あと、まあ、今普通に会社員として昼間働くようになってから1年目で腰が痛くてこう整形外科行ったところ、紹介状を出しますからあの順天堂大あの病院行ってくださいなんて言われちゃって、うん、そしたらもうヘルニアになりかかってるから、もうこことここの背骨が狭まってて、もうヘルニアをこう治す方法はないので、ヘルニアにならないように気をつけて生活してくださいって言われたんですよ、まあ、どうすればいいですかみたいな。そうは言われたって言ったらしいですよね。だから治しようがない、薬はなんか出してくれないんですかなんて言って、ないですとかって言われて、その時自分も実は経験してるんで、はい、そうなんですね。だからそんな感じでしたよ。そう、もうデスクワークで腰が痛くて痛くて、それで、まあ、こんなセミナーあるよっていう友人から誘われて行ったところ、あ、こんないいものがあるんだっていうことで、でまず自分で最初買わなかったんですよね、うんうんうん、自分で買わないで、うん、あのちょっとお友達で糖尿病で血糖値が800とか、うん、ヘモグロビン A1C が12っていう、それで退院したばっかりのお友達がいて、じゃあこんなの普通死にますけどね、その値だと ね、 ねこんなのあるよってセミナーに ね、 ね、あの一緒にご案内したら、あ、じゃあすぐ買うよって言って買って、うん、でその方が使って20日後に、うん、血糖値95でヘモグロビン A1C 5.8 正常値正常値。でも20日間ね 2,3 時間毎日毎日吸った、ガスで吸ったって言ってましたけど、うん、あれにしてももう相性もいいというか、ズバッとドンピシャですね、うん、そうですね。で私お友達にちょっと吸わせてくださいって言って2時間試しに2時間ずっと吸わせてもらってたら、顔面麻痺の後遺症が取れちゃったんですよ。15年悩んでたのに、あの顔のこわばりがすっきりして、あれ2時間吸ってたら私顔面麻痺の後遺症取れちゃったんだけどって言って自分でびっくりしちゃって。本当にあります？本当本当に何年とか何十年規模で悩んでたことが、うん、たった30分とかで解決する時がある。全部じゃないですよ、まあね、そういう時あって、この前もね、脳梗塞になられた方が声が出なくなったんですよ、はい、声が出なくなって5年経ってたんですけど、スイス吸ったら声が出るようになったって、最初かすれが加減で、そのうち普通に喋れるようになっちゃった。わあすごい、よかった。だからどっかの脳のこう血管が詰まってたのがコンって動いたんですよね。じゃあその顔面がね、はい、こうわってたのも、はい、まあ、まあまあ分かりやすくね、ラジオ聴きの皆さんに言いますと、はい、こう血流が悪くなって詰まってたというか、そういうことなんでしょうね、はい、多分耳からバイ菌入ったから顔面麻痺になったんだろうみたいなとこなんですけど、あと三叉神経痛っていう病名ですからね、それですとね、はい、神経痛の一種でもあるんでしょう、ね、だからどこかの神経がつながったりとか血流が良くなったりして栄養がね行き届いたっていう感じですか ね、 そうですね、復活したんですよね、はい、うん、いや皆さんどうでしょうかね、嘘のような本当のはすごいお話ですが、はい、ちょっと一旦チーム入りましょうね、うん、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のはね、皆さんいかがでしょうか。なかなか顔面神経痛でね、ちょっとご苦労されて、そうね、爽やかな笑顔の方が人はみないいでしょうね。はい、そんなわけでね、今週も、ドクター水素ボトルの北条政梨さんと、東京からねはるばるお越しいただきましたアニソン歌手のホワイトハルさんお迎えしてますが、
ねえ、あのさ、その、はい、まあちょっと不意打ちなぐらいのイメージですよね。そんなに長い間、うん、そのそうですよ、辛かった、はい、うん、神経もう一生付き合うね、あのこわばり、顔のこわばりなんだなって思ってましたから、うん、もともとどんな感じでなってたんですか。もともとそのそれが起こったきっかけっていうか、起こったきっかけ、うん、まあ居酒屋でアルバイトでレジの仕事をしていたところ、多分お札とかこうね、汚い手でお札を触った手とかでちょっと耳触っちゃったりとかで、耳が痒いなーなんて、多分バイキンが入ったんじゃないかと思うんですけど、それとストレスが多い、やっぱ居酒屋でもね、あの夕方5時から朝の5時まで働いてましたんで、その時はちょっと働きすぎっていうのもあったかもしれないんですけど、はい、それでちょっと仕事中にちょっと店長、あの顔が動かなくなっちゃったので病院行ってきていいですかって言ったら、あ、じゃあもうお前すぐ病院行ってこいって言って、病院行ったらすぐ入院になったんですよ。なん、あの入院ですか。結局なんでかっていうと、うんうん、顔面麻痺って入院したところからどん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 顔が固まってきて、あの動かなくなってきたりとかするんですね。まあ、またこうなんていうの、脱力して、ね、筋肉が動かなくなるというか、お味噌汁飲めなくなるみたいな。それが10日ぐらいかけてだん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 顔が崩れてくるんですよ、片方だけ。そのお味噌汁飲んだらガーって出ちゃう、うん、って感じですか。片方の顔の崩れが止まったら退院。それからはもう毎日リハビリです。毎日毎日光を当ててマッサージされて、リハビリに毎日毎日行って、うん、うん、だからそうですね、症状が止まるまで入院でした ね。うん、それがその、まあ、ご友人のそういう、ね、血糖値も、はい、っていうぐらいのスピードで、うん、はい、良い方向に向かった方から奪い取った、うん、いや奪い取ったみたいな、ちょっとこれはもう効くと思って自分で買って吸ったところ、うん、もうそのヘルニアになりかけてますよって言われてからもう3年半ぐらいは経つんですけど、あ、さっきその水素買ってから座り仕事っていうか、うんうんうん、ね、辛いなって、そうそう、もう買った途端からもうヘルニアにもなってないし腰も全然痛くないしっていうところなんですよね。もう本当不思議で、はい、不思議ですね、はい、よかった、買ってよかったです、ね、まあ、なんか軟骨の再生も早くなるみたいですね、はい、それそうじゃないと説明がつかないんですよ。皆さん膝が痛いっていうのは、うん、そうですよね、良くなっちゃったりするの、どこかこう骨と骨の間が潤ってなんか ね、うんうん、狭まってたのがちょっと、まあ、結局血流ですからね、潤ったのかな、うん、なんか ね、水素のその水素ガスといってもね、うん、皆さん、そうそう、時々ね、うん、こんな話聞くんですよ。ガスを吸うのと、ね、もうコンロからのガスのイメージで、いやいや、じゃみたいな説明しなきゃいけないんですけど、鼻に入れて別に何も感じないわけよなんていうんで、体がねこうなってく、うん、ね、ちょっとポカポカしてみたいなのあるけどみたいな話なんですけど、うん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 、なんか骨をも通すんですよね。そうです、骨も通すし、ね、骨の中の血流すらも良くしてしまうので、うん、骨の中ってね血管いっぱい入ってるんですよ、ね、だから骨粗鬆症の人なんかはその骨の中の血管がゴースト化して消えてなくなるから骨が脆くなって再生ができなくなるんですよ。全部その血流なんですよね、体って、ね、だから私をおすすめして、ね、紹介した80歳の男性の方がいるんですけど、うん、もう骨密度ね 100% 以上みたいな話になっちゃってなんだこれ、うん、すごいですよね。うちの母親も 105% でした。81ですよ、81にして 105%、ね、骨も丈夫になると、はい、よく ね、うん、お年を召した方がちょっとしたねつまずいて、うん、階段とかね、そう、あれで咳をしただけでなんか露骨折れたってありますもんね。言いますからね、そういうことがね、なくなっちゃうかもしれないね、うん、はい、日本人の健康寿命と実寿命は10年違うって言われてるんですけど、これはいわゆるその脳あのですね、今の骨密度の骨粗鬆症とそれからアルツハイマー、この2つが、うん、日本人の平均寿命の中で、寝たきりにしている10年間を作り出しているのはこの2つの病気って言われてるんですよ。うーん、水素はね血流良くするんでアルツハイマーも改善する人いますしね、うん、から、先ほどのね骨密度が良くなって寝たきりにならずに歩き回れる。うちの親もね去年骨折したんですよ、はい、したんですけどね、骨密度 105% だから、うん、お医者さんに全治3ヶ月って言われたのに、1ヶ月で普通に
すごい生活が回復力早いですよ。81ですからね。吹き出しちゃいけないのかもしれないけど、いいことなんで笑ってもいいですよね。よかったみたいな。呆れるほど偉いことになってますね。笑っちゃいますから、ね、もうこれはうちもちょっとね介護になっちゃったかなって一瞬焦ったんですよ、うん、お医者さんから全治さ早く改善して3ヶ月ですって言われたのに、うん、早くどころか1ヶ月かからなかったっていう、うん、だからねすっごいですよ。ね、もう褒めの話題をうちの息子も、ねはい、前話したんですけど、ね、サッカーでこうやっちゃって、はい、こう修学旅行行けないって言って、うん、半泣き半べそだったのがもう3日4日一日中吸ってろと、うん、わしは仕事行ってないでも絶対気抜くなっていうぐらい吸わしといたんですよ、はい、なっちゃう医者がびっくりして、ねね、納得いかないあれ、ね、診断あれ、いやあのヨガ用ならですね、うん、本来ならギブスを外すっていうことも考えてはいけませんっていうぐらい言ってたのに、うんね、走ってましたから。すごい修学旅行が帰ってきた若いからなおさら、ねまあ、回復力がいいですけど ね、 ね、まあ、あの骨をもね全治3ヶ月の骨折がね、うん、4日で治ってる、うん、すごい笑っちゃいましたよ。もうアニメですよ本当に、はい、かけていく、ね、中二の息子を見て本当なんだからね、まあ、この話が、うん、本当だからしょうがないですね本当の話すごい、このわびっくりするわも入れないといけないそうそうですね、ね、はい、そんなことでちょっと話題は尽きないんですが、うん、一旦またちょっと CM 行きましょうかね、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄にWOO イースト株式会社。電話番号03-3527-2211。はい、ね、嘘のような本当のはもう本当ね、うそーんって叫びたい話ばっかりが出てきてますけど、朝から皆さんどうでしょうね、びっくりしますね。というわけでね、はい、お迎えしていますドクター水素ボトルの北条さんと、東京からアルバル宜野湾市ねお越しいただきました、アニソン歌手のねホワイト春さんお迎えしてますが、ね、春さんよかったですね、はい、水素と出会えて、出会えてどんな風に変化というか、はい、変わってきましたか。はいはい、まず夜中に、まあ、心臓が痛くて起きるということもなくなりましたし、あとあの目覚ましで会社に行くときに7時とかに起きなきゃいけないので目覚ましかけるんですけど、目覚ましより絶対例えば6時50分とか絶対目覚ましより早く起きちゃう、なる前に起きちゃう、うん、別に変に緊張してるわけじゃないんですよね。そうなんかそのうん、いいんですよねバイオリズムがね、多分あの良質の睡眠が取れるんですよね。そうです、深く寝られるようになるんで、うん、水素するとですね、そうだから疲れが取れるともう目覚めちゃうっていう感じだと思います。お、うん、ぐっすり眠れてる、あと夢を見なくなったちょあんまり爆睡してるんですね。爆睡だ爆睡です。なるほど ね、 はい、そうですね、もうあの一言で言うなら幸せ、幸せな睡眠とってますよ、はい、いいですね、もう、うん、皆さんにお見せしたい、残念なんですけどね、本当に歌声披露してもらおうかと思うぐらいいい笑顔のね春さんなんですが、あとはその何でしょうね、まあ、人生観といっておよそかわからないんですけど、はい、ちょっと出会ってよかったなってしみじみ思うことは他にはあったりします、うん、まあちょっと出来事でもいいですか。もちろんです、たまたま私日本酒とかそんなにたくさん飲まないんですけど、うん、たしなむ程度っていうことで、うん、1合ぐらい飲むかなっていう感じなんですけど、お友達から酒蔵見物行かないって誘われたので、兄ちゃん20人ぐらいで行くんだったら私も行こうって言って、そのコロナになる前だったのかな、うん、なのでコロナブームの前だったんですけど、それで酒蔵見物行ったらそんなに飲めないから私もで日本酒飲み比べって言って懐石料理みたいなのが出て、あの5種類8種類ぐらい出たのかな、おちょこに8種類ぐらいあって、うんうん、で、あ、ホワイトさん全然飲んでないじゃないとか言って口に運ばれたんですよ。でこれも飲んで、はいこれも飲んで、グビグビって飲んで、これも飲んでって言って、なんか一気に5杯ぐらいおちょこで飲んじゃったら頭痛くなっちゃってそれで、その後うなぎ食べて帰ろうなんて言って、うなぎで並んでてる時も頭痛いし、もう早く家帰って水素吸いたいみたいになってたんですねそれで家帰って水素を吸ったところ、30分ぐらい吸ったんですよ。そしたらもうね、 あれ私日本酒飲んだっけっていうぐらい頭の痛さがなくなったの。もうこれからカラオケにレッツゴーっていう感じとか、ライブステージで歌えるぐらい元気になっちゃったの。ね、まあ、お聞きするとそんなに得意じゃないお酒が、うん、はい、沈殿というか変にこうね頭痛いってなるのが、うん、なっちゃったんですよ。これまた何でしょうね。お酒飲むと毒素が体の中に回るので、うん、その毒素を分解するのが早くなるってことですね。
水素吸うと、はい、ですから二日酔いに皆さんならないですよ、ね、水素吸うと。そう、そうみたいですよね、うんはい、びっくりしました。それがもう、うん、何でしょうね、はい、体質的にそういう、僕も毎日吸ってますけど、はい、もう、うん、よっぽどじゃなきゃ、うん、毎日吸ってますけど、うん、体質がやっぱ変わってきますよね。変わってきますね、うん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 、確かにね。お酒飲んでも多分後に残らないみたいな、うんねうん、毎日いい目覚めを持てるっていう感じですよね。深く寝られるってのはめちゃくちゃいいです、はい、人間の体の中でその自分のね、うん、いろんなものをこう解決する仕組みっていうのは全部体の中にありますから、はい、それが血流が良くなったことで全部働いてくれて、うん、で結果的にはいろんなことが改善してるみたいですけれども、そうですね、すごいですよね、うん、ね、言いますもんね、北条さんも、本来の形にというか姿にね、戻ってく、うんね、あれ悪いからどんなこんなっていうだけじゃなくて、ね、治すっていうよりはね、戻るんですよね、うんうん、ね、そう、理想的な毛細血管の形になるっていう言い方ですよね。さっきのね、うん、糖尿でね、その血糖値がバンって上がっちゃった人なんかも毛細血管がこう増えたことによって、うん、インスリンがちゃんと出るようになったっていうだけのことなんですよ、うん、それで血糖値がゴッて下がってるんで、はい、そういう働きですね、元に戻していくっていう、うん、まあ、血流が良くなるってことがそれに全部つながってるってことです ね、 そういうことですね。さっきの神経痛もやっぱり血流が良くなったことで血が回るようになったから神経痛が落ち着いてきたっていうことですよね。なるほど、いい話じゃないですか、はい、じゃあそのちなみにそうそうお聞きしてなかったんですけど、はい、その春さんは、まあ、歌手デビューじゃなくてね、はい、水素デビューは、うんうん、水素デビューは2019、うんうん、19年の1月に初めて説明会に、はい、あ、まあ、中堅どころなキャリア、中堅どころ、ね、はい、そうですね、そうですね、はい、もうあれですか、肌身肌、今回東京からいらっしゃるときは、はい、今日も置いてきました、持ってきてます、ました、カバンの中に今入ってます旅行中も、はい、旅行中もいやもうね、吸い始めるとやっぱり、うん、体がいい状態が分かってる人はやめられません、はい、ね、安心感がありますよね、うん、そうですよね、そうですね、はい、やっぱり北条社長の何かあったときにこう誰か倒れてる人にね吸わせてあげるようなそんな機会があるかもしれないし、持ってないと、そうそうそう、何でしたっけ、飲み屋そば屋でしたっけ、お寿司屋さん、具合悪くなった人にね、はい、ね、心筋梗塞を起こした人、ね、うん、そうですよね、いやー、はい、確かにそうだ、うん、言ってましたね、はい、うん、なんか、うん、本当に、誰かをね、僕は思うんですけど、はい、本当にお助けできると言ってはね、うん、そこだけ聞くとおこがましいんですけど、はい、うん、でも本当に出会うことによってね、はい、その方が、うん、わあよかった、もうあの日あの時あの場所でっていうね、うん、曲もありますけど教えてくれてっていう方がいらっしゃるとね、やっぱりね、まあ来週またひょっとして出ていただけるんですか、はい、あ、来週も、はい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 、ね、よろしければ出会いがあった方の、はい、ね、なんかエピソードとかもちょっとお聞きしたい、ね、はい、いっぱいあります、幸せを、ね、はい、ラジオ機の皆さんとシェアしていけたらと思っていますね。いや、いいな水素ね、あと1分ぐらいですかね、はいね、そんなわけで春さんからなんか一言あれですかね、毛細血管、はい、あ、そう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 、ね、ね、お伝えしたいこと2つあるんですけど大丈夫ですか、はい、早口でじゃあ、うん、はい、一応こうもう胸、水素ガスにできることっていうのはもう胸からもう足の指先から、まあ、骨の中の血管から体中の毛細血管を形を変えてくれるっていうことを知ってほしいっていうことです。自分の、まあ、毛細血管を顕微鏡で見ると短かったのが使うと長くなるっていう形が変わるっていうのがすごいところで、あと20歳と70歳だと毛細血管の量が全然違う、70歳になると血管が減っちゃうっていうところなんですけど、やっぱり今ある毛細血管を減らさないっていうことが老化を遅らせることになるから、私みんなに言うんですけど、もう究極のアンチエイジングだよって言ってます。いいですね、はい、春さんね、東京から、お迎えしてアニソン歌手のねお届けしました、ドクター水素ボトルの北条さん、それから、アニソン歌手の春さんね、今週は何だと思われ驚きのお話ありがとうございました。また来週ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。